女性が気になる男性に対してする行動重線。こんにちは。今日は女性が気になる男性に対してする行動重線をお届けします。もしあなたが気になる彼女がこんな行動をしていたら、それは脈ありかも。それでは早速見ていきましょう。1、視線の使い方。一つ目は視線の使い方。女性は気になる男性を無意識に目で追いかけることが多いんです。遠くからでも、太目が合うことが増えたら、もしかして、2、さりげないボディタッチ。二つ目は、さりげないボディタッチ。例えば、笑いながら肩に手を置いたり、軽く腕に触れることがあります。これ、結構わかりやすいサインかもしれません。3、質問が多くなる。三つ目は、質問が多くなること。女性は気になる相手のことをもっと知りたくて、ついついいろいろな質問をしてしまいます。休みの日は何してるの？とか、好きな食べ物は？なんて質問が増えたら気があるかも。4、自分の話を共有する。4つ目は自分のことを話すようになること。気になる人には自分のプライベートなことも少しずつ打ち明けたくなるものです。彼女が最近あった出来事を頻繁に話すようになったら、これは良い兆候かも。5、褒める頻度が上がる。5つ目は褒める頻度が上がること。その服に合ってるね、とか髪型いい感じ、なんて褒め言葉が増えたら、彼女はあなたのことをよく見ている証拠かもしれません。6、SNS での反応が増える。6つ目は、SNS での反応が増えること。いいねを押してくれたり、コメントをくれる頻度が高くなったりします。特に他の人にはあまりしていないなら、特別なサインかも。7、予定を合わせてくる。7つ目は、予定を合わせてくること。私もその映画見たかった。一緒に行こう。なんて言って、あなたの予定にさりげなく合わせてくることがあります。これ、結構わかりやすいアプローチです。8、近くにいることが多くなる。8つ目は、彼女がよく近くにいること。気づけばいつもそばにいたり、同じグループで話していることが多くなったら、あなたに興味がある可能性が高いです。9、表情が柔らかくなる。9つ目は、表情が柔らかくなること。特にあなたと話している時に笑顔が多くなったり、明るい表情を見せるなら、これは好意の表れです。10、頻繁に LINE やメッセージを送ってくる。10個目は、LINE やメッセージを頻繁に送ってくること。何気ない内容でもやり取りが続くようなら、相手もあなたとつながっていたいという気持ちの表れかも。いかがでしたか？気になる女性がこんな行動をしていたら、少し期待してもいいかもしれませんね。あなたの恋がうまくいくことを願っています。それでは、次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねもお忘れなく。